はい、ミサとオーストリッチファームのコニタンです。ともちゃんです。今日は冬といえばおでんなんですけど、はい、そのおでんを社長と一緒に美味しくいただきたいと思います。はい、今日準備したのがこちらなんですけど、はい、こちらオーソドックスな卵入りおでん、うん、キャベツと人参かな、うんうん、ロールキャベツ作って食べさせたいなと思います。はい、はい、ということで、あの料理の段階に移っていきます。はい、ね、こんなにはでも丸々1本は使わないけれど、この皮もダチョウに揚げてるし、あ、確かに食べてくれるかな、食べやすい形。細い方が食べやすいのかな、ね、私たちが揚げる時のことも確かに、このぐらいでいくか。はい、はい、人参の準備が終わりました。キャベツはどうしますかね。まず芯は取った方がいいんじゃない。そうね、いいよ、芯もね、しっかりね、ダチョウにね、食べてもらえるからね。そっか、全部あげちゃえばいいのか、ダチョウに。なんかネットで調べたレシピだと、うんうん、一度お湯を通してふにゃふにゃにした方が巻きやすいよって感じ。確かに。はい、お湯が沸きました。キャベツをね、イン、柔らかくなるのかしら。よいしょ、なんか美味しそうな匂いしてる。中身のない、中身のないロールキャベツ。いいね、美味しそうじゃん。でかくないいいね、美味しそうだ、緑だ、ね、はいはい、ということでできたものはどんどんこちらへ。これだけでいっか。おでん、卵も入ってる。名古屋コーチンの取り出し、取り出し、いいよ。あ、ちくわ、ちくわ、あ、あおお、いいね、でもいい感じです。ということで完成。はい、完成。はい、閉めちゃって。はい、じゃあ牧場に行きましょう。はい、行きましょう。はい、牧場に着きましたね。はい、いい天気、いい天気ですね。これ、麺を温めましょうか。はい、何してんだろう、揚げてみましょう。これってさ、あ、お前はなんてことだ。おいで、警戒中全然来てくんないね。ね、いつもダチョウのスケくんが来てくれるんですけど、今はいない、うん、まあでもおでんが煮えてきたのでよいしょ、あ、すごい熱々ですね、これは。熱々おでんだね。ちなみにあれですから、牧場での飲食は原則禁止なので。そうですね、はい、大根も入っているので、それもチョノスケ君にあげましょう。はい、お、人参かな。人参はね、美味しそうだね。そうですね、昆布をチョノスケにあげる。いいね、食べるかな、海藻、ね、いただきますいただきます。チョノスケ君に、完全に周りに誰もいない、うん、ダチョウさんと一緒にこのおでんの野菜を食べたかったんですけど、来てくれないですね。はい、お、いけるかな、ダチョウのすけ。お、あーダメだったか。そうか、じゃあ大根、はい、大根。お、あーダメですか、お好みには合いませんか。はい、人参、人参、人参、そもそも食べたくない昆布はい、昆布、昆布、寝る、寝る、緑だよ。お、あ、そうか、やっぱりないか、人参はそもそも食べたくもないと。微動だにしろじゃあこの生のキャベツね。はい、はい、ダチョウのすけ、ダチョウのすけ、生のキャベツだよ、これ。あ、いっちゃった、人参が不人気でしたね。昆布はさ、食いついたのね。そこらへん落ちてるんでしょ、大根とロールキャベツの残骸。はいあ、昆布ここにいた。うん、あ、しょうがないね。じゃん、おお、
2かな。来た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 。はいはい。はい、キャンちゃん。おー。あ、食べた。食べたぞ。あ、人参は。人参、人参。キャン、キャン。ダメだ。ちょっと助け。じゃあ、じゃあ、私の助けに。はい。最後のキャベツ。でかいやん。いいですか。お飲んだ飲んだ。大丈夫？詰まってない？あ、でもあの、ピンは取ってあるのでね。ああ、今流れてったね。いいですね。いや、食べましたね。人参以外は、まあ、ちょっと落とされちゃったのもありましたが。人参はやっぱり色があれですね。ダメなんだね。危ない。もっとないのかって顔してるよ。いいよ。怖いですね、宇宙人みたいな顔して。怖いね、怖いね。はい。でかっ。あ、いいね、シャクシャク。うん。シャク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 。ああ。破壊。やっぱこれだねって感じですよね。トップじゃねえか。いい散らかしっぷりだ。これはちょっとあげるよ。ダチョノスケが上でもらって、キャンが下の掃除をねするというね。なんというコンビ。キャンちゃん、手投げですね。はい、全部あげるよ。おお、食べた。すごい。いい食べっぷりだね。あ、出てますよ、ダチョノスケくん。飲み込めないの？意外とあのロールキャベツ状の方が食べやすかった。おお、食べたね。キャンちゃんも黙々と食べてますけど。キャン黙々とね、地面に落ちたやつを食べてますけどね。おお、あ、俺からのキャベツは食えないというのか。おいで。ダチョウのすけ。お。おー、痛い。大丈夫ですか？血が出た。あ、危ない。これはどうだい？パイナップルだよ。パイナップルじゃない。おー、ね、どうぞ。そう、いいね、うんうん、いい食べっぷりだ。ダチョウの前でおでん食べてきたんですけど、はい、おでんはね、美味しかったです、ね、変わらず、はい、美味しかったです。外で食べるおでんは美味しかったです。で、ダチョウにも僕らが食べてるおでんのようなものをね、あげてみようってことで、ロールキャベツ、湯がいたキャベツ、人参、大根、昆布、はい、をあげてみましたが、結果はだし汁で煮たものは食べてくれなかったんですよね。うん、はい、見た目そんなにキャベツとか変わらないですけど、変わらない変わらない、うん、湯がいただけの方はバクバク食べてました。食べてましたね、はい、色の鮮やかなものは、うん、あまり好みではないということで、人参をなんか目の前にやってもね、そう、見向きもしなかったです。スーンって明らかに他の具材とは反応が違ったので、はい、はい、ダチョウの好みが知れたね。うん、はい、で、今後も丸々あげてみたっていうので、うん、いろいろとね、ダチョウの好みについて調べていきたいなと思います。はい、研究しましょう。はい。はい。チャンネル登録と高評価の方お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。バイバーイ。